皆様こんにちは、チャンさんです。今回は12月より全国発売のレブロンの新作アイシャドウパレットを使ってトレンド感あふれるテラコッタメイクをしていきます。まずはマットな質感のテラコッタブラウンを目尻に置いていきます。私は使ってびっくりしました。ブラシ付けなのにこんなに発色がいいんです。このまま全体に塗ると危険なので、次に余分なお粉をオフして目頭に向かってぼかしていきます。ブラシを何度も往復させながらグラデーションを作っていきます。そして下まぶたにも同じ色を目尻から目頭に向かって塗っていきます。発色はとってもいいのですが、透けるくらいの濃さに調整するのが私は好きです。次にマットなピーチピンクを取って、初めにのせたテラコッタのカラーをぼかしていきます。これはアイシャドウの応用的なぼかし方で、濃い色から薄い色でぼかすことで深みを出せるテクニックです。この日はちょっとオーバーにぼかしすぎてしまったので指で消していますが、眉毛の骨の中にアイシャドウを収めると晴れぼったく見えづらいです。次にピンクとゴールドラメが輝くコッパーを上まぶたに塗っていきます。コッパーとは同色です。指に塗るとかなりギラギラしますが、ブラシで塗ると上品にキラキラしてくれるので、今回は欲張って全体に塗ってしまいました。とっても綺麗で粉飛びも全くしないんです。そしてマットな赤みブラウンを目の際に塗っていきます。少量でもしっかり発色してくれるので、細いチップの先端だけに色を取り、接着面積をできるだけ小さくして塗るのがほわっと濃い色も自然になじませるコツです。上まぶたの際を塗るときも同じです。そして最後、赤みブラウンを太めのチップでぼかしていきます。細めのブラシを使用しても大丈夫ですが、ぼかす面積が小さければチップでも十分にぼかすことができます。最後にマスカラを塗れば完成です。私このアイシャドウを買う気はなかったのですが、ロフトにフラットコスメを見に行ったら、なんておしゃれな色、しかも発色最高じゃん、でも可愛すぎて買ってしまったんですよね。腕に塗ると発色がいいのがより伝わるかなと思います。口コミでもデパコス並みの発色と絶賛されてて、オイル配合なので粉質もしっとりしてますし、ヨレも全然ないので買って大正解でした。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。